ウクライナへの人道支援が広がりを見せる中、静岡のメーカーが1億円余りを大使館に寄付しました。また、静岡市内では市役所や駿府城公園の櫓もウクライナの国旗の色にライトアップされています。青と黄色にライトアップされた市役所の建物。静岡市は市議会でウクライナへの侵攻に断固抗議する決議を全会一致で可決していて、昨夜から市役所本館をウクライナの国旗の色に染めています。駿府城公園の辰巳櫓と羊猿櫓も青と黄色に。一日も早いウクライナの安定と平和の実現を願い、当面の間、日没から深夜0時までライトアップします。一方、静岡市に本社のある産業用ロボットメーカー IAI は、今日1億円余りをウクライナ大使館に寄付しました。東京都港区にある在日ウクライナ大使館で贈呈式が行われ、石田徹社長がロシアからの侵攻を受け苦しんでいるウクライナの人々に役立ててほしいとセルギー・コルンスキー駐日大使に目録を手渡しました。寄付したのは会社として1億円、さらに社員から集めた170万円です。目録を受け取ったコルンスキー大使は、素晴らしいイニシアチブを発揮され感謝したい、この支援は絶対に忘れませんと述べました。休むところ、それから食事、それから服、衛生関係、そういうものがで大変困ってるだろうと。毎日爆撃を受けて生活もままならないわけで、そういうところで支援をしていこうと思いました。在日ウクライナ大使館への寄付金はこれまでに16万人から40億円以上が集まっていて、順次ウクライナに対して人道支援物資を提供している慈善基金に送金しているということです。